こちら福島市の避難所となる会場です。ご覧ください。現在実際にペットの犬を連れて飼い主が避難してきています。福島市勤労青少年ホームに来月から開設が可能となるのがペット同伴避難所です。避難所内では飼い主とペットが一緒に過ごすことができます。今日会場では実際にペットを連れた訓練が行われ、参加者が運営の手順などを確認しました。新型コロナ対策として避難所内にはテントが24張設置され、訪れた人たちはそれぞれのテントで避難生活を送ります。また連れてきたペットは飼い主と一緒のテントや避難所内に設置されたゲージの中で管理します。市によりますと、ペットが同伴できる避難所が開設されるのは県内では初めてで、全国でも3例目ということです。一番は東日本大震災の時にその原発の地域で犬連れてきたかったけど連れて行けなかったっていう人がすごく多くって、設置していただいてすごくありがたいなと思います。一方、課題もあります。慣れない環境に避難所内にはペットたちの鳴き声が響き渡っていました。専門家は今後人だけでなくペットの負担を減らす環境づくりが重要と話します。人間だけじゃなくて動物たちもかなりストレスが大きいので、ワークショップをどんどん繰り返していく中でですね、そういったものをシミュレーションしながらいいものを作っていければと考えております。災害が多くなる中、家族の一員としてペットにも安心できる避難所が求められています。